関東第一高校、ノックを始めてください。本日の第二試合、群馬県代表、高崎健康福祉大学高崎高校対東京都代表関東第一高校のスターティングメンバーを発表します。先攻関東第一高校、1番ライト柳瀬くん、背番号9。2番セカンド首藤くん、背番号4。3番センター出雲くん、背番号8。4番サード増尾くん、背番号5。5番ショート秋葉くん、背番号6。6番ファースト江藤くん、背番号13。7番レフト高橋昇くん、背番号16。8番キャッチャー富岡くん、背番号9番ピッチャー増川くん、背番号1。以上が先攻関東第一高校のスターティングメンバーです。続きまして後攻、高崎健康福祉大学高崎高校、1番センター増渕くん、背番号17。2番サード半田くん、背番号14。3番セカンド佐々木くん、背番号4。4番キャッチャー清水くん、背番号2。5番レフト加納くん、背番号11。6番ファースト森山くん、背番号3。7番ライト山田瑠衣くん、背番号9。8番ショート田中くん、背番号16。9番ピッチャー多田くん、背番号13。以上が高校高崎健康福祉大学高崎高校のスターティングメンバーです。次にこの試合の審判員を紹介します。球審大山、塁審は一塁秋元、二塁石川、三塁船山。以上4種の審判員です。この試合の公式記録員は栃木県高野連佐野理事、場内アナウンスは宇都宮商業高校の佐藤亜美奈が担当いたします。試合開始まで今しばらくお待ちください。